その先の気温の予想についてお伝えしていきます。ここ数日は秋を実感するような体感のところが多いかと思いますが、はい、この先の気温は各地いかがでしょうか。一足飛びに気温が下がるということではないようなんですけれども、はい、来月に入って10月の1日もしくは2日以降日本付近の空気が大きく入れ替わりそうなんですね、はい、まずこの週間の天気図を見ていただきたいんですけれども、新しい週間の天気図になって少し変わりました。というのはあさって27日の金曜日に、最初これ低気圧、前線を伴った低気圧だったんですけれども、これ熱度書いてある、もう台風16号から変わる熱帯低気圧ですね、はい、これが27日の金曜日から28日の土曜日にかけて東日本の太平洋側を進みますけれども、この段階で雨が降ると気温が少し下がりますけれども、熱帯気源の湿った蒸し暑い空気を運んできていますので、この後晴れるとまた若干暑さが戻る可能性があるんですね、はい、ただ来月10月の1日の火曜日にこの北日本に現れてくるこの寒冷現象がありますけれども、そして大陸の方に高気圧がありますね。実はこれは秋から場合によっては初冬の空気を持っている高気圧ですので、来月になると特に2日の天気図を見ていただきますと、これちょうど日付のと重なっているんですけれども、ここに大陸に高気圧があるんですね、 H と書きますけれども、そして一方オホーツク海にはこれ低気圧がこれ隠れていますがあるんですけれども、北日本だけ見ると西に高気圧、東に低気圧ですから、いわゆる西高東低の気圧配置となって、はい、この段階で、大陸の方から寒気が流れ込むために気温が下がるということになりそうですね、はい、では気温で見ていきましょうか。気温で見ていきますと、まずこの9月いっぱいは若干の上下はあるんですけれども、やはり気温が高いところが多くて、特に西日本ほどその傾向が顕著です。例えば福岡で言いますと30日の月曜日に最高気温の予想32度となっています。32度ですね、まだ残暑が時に戻ってくるということになりそうですし、はい、大阪でも10月の1日に30度、金沢でも30度、東京でも30度という日がありますから、この台風もしくは台風から変わる低気圧で東京では一旦気温が下がる日があるんですけれども、その後また一旦残暑が戻ると、10月になってもまだ真夏日というところがあるということになるんですが、はい、ただ10月の2日から3日にかけての気温の変化を見ていただきますと、例えば東京10月の3日には21度ですから、2日前と比べると9度も下がるということになるんですね。大阪でも3日には26度、その前の2日には25度ですから、やはりこれ前の日と比べると5度下がるということで、やはり10月の2日頃を境に、気温がぐっと下がるということになりそうですね、はい、この先1週間の気温の変化について解説していただきました。体調を崩さないようにお気をつけください。詳しい天気や気温の予想もアプリウェザーニュースでご確認いただけます。